新年明けましておめでとうございます。この時間は守山市議会の葉津議長に市議会の取り組みや新しい年を迎えての抱負などを伺ってまいります。守山市議会第43代議長葉津雅彦さん、昭和21年12月生まれの69歳、守山市議会議員として3期目を迎え、これまで副議長や監査委員、総合計画検討特別委員会副委員長などを歴任されています。守山市議会の葉津議長にお話を伺いします。葉津議長、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まずは市民の皆様に新年のご挨拶をお願いいたします。はい、新年明けましておめでとうございます。市民の皆様には、平成28年の輝かしい新春をご家族お揃いで健やかにお迎えになられたことと、謹んでお喜び申し上げます。おかげさまで大過なく年を過ごすことができました。これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜物であると心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。本年も守山市政の発展を願って、円滑な議会運営に精いっぱい取り組んでまいる所存でございます。市民の皆さん方のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。では昨年の議会活動を振り返ってみていかがでしょうか。はい、昨年は選挙年ということで、1月には市長選挙、4月には県議会選挙、そして10月には私どもの市議会議員選挙がございまして、私も3期目の当選をさせていただくことができました。その後10月27日に開催されました臨時会におきまして、議員閣議のご推挙を賜り、守山市議会第43代議長に就任をさせていただき、微力ながらも円滑な議会運営と市政の進展を願って努力をしてまいりました。はい、さて昨年は市政におきましては、滋賀県全体では人口減少に転じているものの、守山市ではまだ毎年500人から600人人口が増加し、人口予測で申し上げますと2040年頃までは人口が増加という予測が出ています。はい、また昨年の10月には人口8万1000人を超えまして、湖南の中核都市としてますます発展が見込めると考えています。このことは今日までのどかな田園都市構想を礎に、市政が順調に運営をされてきた証であり、住んでみたい、住んでよかった町守山として非常に高い評価をいただいているところでございます。私たち市議会といたしましても、市の最重要課題であります環境施設の更新や中心市街地の活性化、また町人仕事創生総合戦略をはじめとします課題解決の取り組みが進み、守山市がさらに発展するように誠心誠意頑張ってまいりたいと思っています。では新しい年を迎えまして、市議会としてはどのような取り組みをお考えでしょうか。はい、現在地域社会においては少子高齢化や高度情報化、環境問題の深刻化などにより大きく変化するとともに、一人一人の価値観やニーズも多様化高度化してきています。はい、このような中で守山市議会では市民から直接ご意見をお伺いする場を設けて、お互いに議論し合う公開特別委員会の開催を複数の委員会で取り組みをしていただくよう検討をしていただいております。はい、こういった取り組みにより市民ニーズを的確に捉え、市政に適切に反映させれるものと考えています。また市民の皆様の声に呼応するためにも、日頃から議員がお互いに研鑽し意識を高めていくことが必要ですし、一方市民の皆様に議会により関心を持ってもらえるよう、市民に寄り添った議会運営に努めることが肝要と思われます。はい、市民の皆様のご意見をお聞きしながら、夢と希望と活力のあるまちづくりに向けて、またより一層市民に開かれた議会の実現に向けて、議員一丸となって全力を注いでいきたいと考えています。そのために市議会としては具体的にどのような取り組みをお考えでしょうか。はい、先ほども申し上げましたが、地方主権の時代を迎え、地方議会の果たすべき役割が増し、その機能強化が求められています。また急激に変化する社会情勢の中で、市民の皆さんの意見を市政に反映させるとともに、積極的に政策の立案
提案を行うことが必要になってきています、はい、そのためには議員個々が幅広い知識を身につけ絶えず情報収集に努めていかなければなりません。このようなことから議員研修の機会をさらに多く作っていきたいと考えています。また市民の皆様には市議会を身近に感じていただき市議会をより知っていただくための事業として3年前から実施しております議会傍聴研修を継続するとともにさらに2年前から実施いたしました夏休みの自由研究や思い出作りに小学生を対象とした議場見学の継続、またこの2月には3学期の小学校6年生を対象に教育委員会と連携を取る中授業の一環としての議会学習会の実施も考えているところでございます。さて本日は羽津井議長が日頃から大切にされている言葉を書いてきていただきました。一生懸命という言葉です。どうしてこの言葉を大切にしていらっしゃるんですか？はい、私は一生懸命という言葉を大切にと思っております。もともとは我が国の中世の時代に一箇所の領地を命をかけて守ったということからこの言葉は来ているのですが、はい、私の場合は物事をするにも一心に努めるということで与えられた地場所でまた役割の中で全力を尽くすという意味に捉えています、うん、その積み重ねがその地を良くする社会を良くするということでその言葉を大切にしてその精神で今日まで参りました。それでは最後に市民や県民の皆様へメッセージをお願いいたします。新年を迎え市民の皆様の声を真摯に受け止めこの住み慣れた守山市でいつまでも安心して心豊かに暮らせる町守山市の実現を目指し環境施設や図書館市庁舎の更新対策をはじめ本市が抱えます多くの課題に対して皆様のニーズを見極めながら行政と議論を重ね共に創意工夫と英知を結集し課題解決に努力してまいらなければならないと決意を新たにしています。深いご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございます。最後になりましたが皆さんにおかれましては本年が幸せ多い良き年となりますようご祈念申し上げまして新年のご挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。羽津井議長本日はありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この時間は守山市議会の羽津井議長にお話を伺いしました。守山市議会では市民の代表としてより豊かで住みよい街づくりを目指して活動されています。今後のさらなる活動に期待したいですね。